ジャニーズ事務所の機能停止状態が引き起こす帝国崩壊の除曲、とべと新たなアイドル勢力の台頭。ジャニーズ事務所にとって、かつては無敵とも言えるほどの存在感を持っていました。しかし、その栄光の日々が過去のものとなる可能性が浮かび上がってきました。 新たな時代の扉が開かれ、その序曲となるのが、元ジャニーズの平野耀と神宮寺雄太が所属する新興事務所、戸部トゥービーの台頭です。戸部、新たなスターダムの予感。戸部の舞台には、元ジャニーズ JR の佐藤真、影山拓也、横原祐希、松井荘、椿康氏が、木俊介、鈴木大柄7名が名を連ねました。 かつては、ジャニーズ帝国の一翼を担いながらも、5月にジャニーズ事務所を退所した彼らは、新たな可能性を追求すべく、イムップ、IMP として再始動を果たしました。これに続いて、元 V6 の三宅県、元キングプリンスへの平野市王と神宮寺雄太も戸部への介入を発表し、ジャニーズからの新たな旋風が巻き起こりました。 特に平野潮の名前は、その存在感と魅力によって大きな注目を浴びています。インスタグラムのフォロワー数がわずか4日で300万人を突破し、彼の影響力の大きさを示しています。さらに、ツイッターのトレンドを賑わせ、メディアの注目を集める彼の存在は、トベがジャニーズ界に与える衝撃を物語っています。 機能停止状態、ジャニーズ事務所の脆弱な現状。戸辺の登場によって、ジャニーズ事務所の脆弱な現状が浮き彫りになりました。もともとは、ジャニーズ副社長であり、戸辺を起こした滝沢秀明氏が、ジャニーズにお伺いを立てて、平野耀と神宮寺勇太を新事務所に迎え入れる際に、ある程度の人義を切ったと言われています。 しかしながら、ジャニーズ事務所は現在、性加害問題による対応に追われ、半ば機能停止状態に陥っています。そのため、滝沢氏の意向に関かかわらず、アクセルを踏む形となったようです。外圧とジャニーズ事務所の未来、ジャニーズ事務所の現状は、国際的な注目を浴びています。 国連人権理事会のビジネスと人権作業部会が日本に来訪し、性加害問題に関する調査を行うと発表されました。これにより、ジャニーズ事務所の置かれる立場は一層深刻になる可能性があります。滝沢氏がトラブルに巻き込まれた過去の経緯や、その結果としての新たなアイドルグループの未来も影響を受けるでしょう。トレの羽ばたきとジャニーズの未来。 飛べの台頭は、ジャニーズ帝国の崩壊を象徴するものとなるかもしれません。かつてのジャニーズの影響力と対抗軸としての滝沢氏の飛べ、その対立が一大勢力の形成や、ジャニーズ界の新たなカオスを招く可能性があります。しかしながら、飛べの成功が確定しているわけではありません。 ジャニーズのファンは依然として多く、彼らにとってはジャニーズのアイドルたちが特別な存在です。トベがその影に隠れることなく、新たなスターダムを築いていくためには、確固たる実力と魅力が求められるでしょう。ジャニーズ帝国の未来は未だ見えぬものとなっています。トベの台頭はその序曲に過ぎないかもしれませんが、新たな展開が待ち受けていることは間違いありません。 ジャニーズ界とその未来に注目が集まる中、どのようなドラマが繰り広げられるのか、今後の動向に大いなる期待が寄せられます。